はい、毎度ございます。渡辺商店でございます。今日もよろしくお願いします。KP、乾杯。ちょっと待って。最近なんか、下唇が弱くなったのか、こうやって飲んだら結構こぼしちゃう。なんだろう、これについて、なんか知ってる人教えてください。ほい。今日は前にもお伝えしたように、デレンこれ、ナイジェル・ケーボンのデッキパンツが調子良すぎるんで、ちょっとこれフォーカスして紹介していきたいと思います。じゃあまず、なんこれって、なんというか、いわゆる US ネイビー、軍物の US ネイビー、の、デニムパンツなんですけど、オリジナルというか、これ僕が持ってるヴィンテージの、デニムパンツ。ただ、ナイジェルで作ってるデニムの方が、これよりも、ヴィンテージよりも、年代古いものをベースにしてるかな。で、こういう新地だったりとかっていうのは、オリジナルついてないので、これはナイジェルのオリジナリティ。サスペンダーボタンとか。あれ？ベルトループが2個ある。後ろに。ずっと1個だと思ってた。はい。で、特徴的なのは、生地。生地は特徴的。というか10オンス。10オンスの、デニムです。で、ボタンはナイジェルオリジナルのメタルボタンを使ってます。で、最大の特徴は、ここっすね。後でちょっと履いたとこ見てみようかな。シルエットがいいんですよ。ここ、横に縫い目のないタイプです。わかるかな？本来、ズボンって、ここって、横に縫い目があるんですよね。これです。わかんない。これ。ここね。ここ。ここ。だから前と後ろで、生地を、合わせて、作ってる。それが普通のジーパン。で、ここに、普通のリーバイスだったらセルビッチがついてたりとか、するわけなんですけども、これは、いわゆるノーサイドシームって言ったりもする。横に縫い目がないタイプ。これ折り目はあるけど、縫い目はありません。だから、これの US ネイビーのデニムは、だいたい40年代、1940年代ぐらいのデニムなんですけど、これより1個前の30年代ぐらいかな。いわゆる巻きデニムって言われるタイプがあって、それに関しては、これと一緒。横に、折り目がない。縫い目がないタイプ。だから、何がすごいかっていうと、要は前と、後ろ、生地が1枚。言ったらこっちっていうのは、こうでしょ？片足で、1枚、2枚。3枚4枚。両足で4枚使ってんのを、こっちは縫い目ないね。2枚。だからここを、なんつうの？ここと前と後ろで同じ生地使ってる。ぐるりと。っていうことになるんですよ。だから意外と贅沢に使われてます。はい。で、ポッケの形なんかも特徴的で、こういう、横から手を入れるタイプじゃない。ヴィンテージは、こうやって、横から手を入れるタイプなんですけど、こっちに関しては、横からというか、ちょっと上からみたいな感じなんですよね。意外と慣れないで、ちょっと今使い慣れてないです。でも生地感は同じぐらい。どっちも、10オンスぐらい。洗ってこれぐらいまでだったらすげえいいなって思う。まあぶっちゃけね、このやっぱヴィンテージって今もう高くなりすぎちゃって、ね、これぐらいの色落ち、僕が買った当時は、まあそれでも3万円ぐらいしたのかな、これ。でも今もうこんなの3万円じゃもう買えないんで。だからもうもったいないから、こういう新品を買って、まあヴィンテージみたいに育てていくという、まあ作業を試みていこうかなと思っております。はい。じゃあちょっとシルエット、見てみるために、ちょっと一回履いてみようと思います。はい。履いてみると、こんな感じです。これ32インチね。まあ、横には、縫い目がない。わかんないか。タイプで、結構太め。で、ウエストも、なんかちょっと大きいかな。普段最近太って34でちょうどいいかなって思ってたのが、32でも、まあ、ちょっとこう、余裕がある。で、もちろん、上は、最近気に入ってよく着てる、これもナイジェルの、なんだっけ、リネン半袖シャツみたいな感じで、どうでしょう。はい。じゃあ、ヴィンテージも履いてみようかな。はい、こっちヴィンテージ。こんな感じ。もうほとんど買わない。一緒。シルエットは。まあ、ここの縫い目があるのか、まあないのかとか。まあそこぐらいですね。かっこいい。わかったかな？わかったかなって。はい。って感じです。なので、まあこちら、オンラインストア、まだ発売してますんで、ぜひ、よろしくお願いします。こちらです。はい。で、まあ、オンラインストアっていうか、ナイジェルのホームページも、変わりますんで、ぜひその辺も、チェックよろしくお願いします。あとは、こいつもよろしくです。ってな感じで、今日は、ありがとう。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。じゃあ、また。バイバイ。